もラストの配信です。これがラスト、泣いても笑ってもこれが今日ラストの配信でございます。イベント参加中、ラストです。明日の配信時間をちょっと書かなきゃいけないので、明日は皆さん9時からあやねちゃんとマリアと3人で配信をします。ちょっと今ね何するかね悩み中なんだけど、でもちょっとなんかせっかく3人でやるからなんかやりたいねってマリアが言ってくれて、3人でなんかする、普通の配信じゃなくてテレビ電話だけではなくて、テレビ電話だから9時から30分配信します。で明日はちょっと今日とはまた変えたいんですけれども、まずはいつも通り7時から7時半まで、で次は12時15分からやって、その後間が空いて、明日は今日とはちょっと変わるんですけど、あ、これどうしよう、そういうことか、こういう配信にしようかなって思ってたんですけど、7時から7時半、12時15分から12時45分、18時から18時半、20時から20時半、21時から21時半、23時から3時半から24時までやろうって思ってたんですけど、はい、何か問題でもありますか？どうでしょうか？的に大丈夫かな。15時をちょっとなくしてみようかなと思って、見れる人がやっぱ限られちゃう、夜の方が見れる人がいいかなって思って、これでどうかなって思うんですけど、これでいい感じ。ここでマリアとあやねちゃん配信、こんな感じ。お、いいという案が。あ、じゃあこれにします。よー、一発 OK だ、やったね。じゃあ明日の予定を755に貼っておきます。よし、明日の配信です。よし、送信しました。じゃあまたみんな755をチェックして。
してください。よし、まあちょっとコラボが30分なので、もう一枠ぐらいやってもいいなって思ったけどね。まあでもみんなの時間もあると思うから、好評だったらきっと一回とりあえず30分やってみるってことで。お、タワー、あ、ゆうちゃんアイリストさんかける2、ありがとうございます。ゆうちゃんアイリストさんが2回も、ありがとう。くまちゃんをね、もう覚えたよ、ゆうちゃんアイリストさん、ありがとう。7,000級ファンの人もきっと覚えてくれたはず。あ、タコちゃんもありがとう。今飛んできた。今ね、ちょっとみんなでゲーム、みんなでっていうか普通にゲーム配信しようかなって思って、まああの実況、口で実況ぐらいしかできないんですけど、スイッチ持ってきて、でもあれだよね、あの今さスイッチ持ってきたところで多分でき、音だけ出せるかな。音は出していいんだっけ、ダメだっけ、どうでしたっけ、忘れちゃった、音もダメなんだっけ。でもね、見せられないからさ画面を、本当につまんないと思う。でも私フォートナイトめっちゃやってて、やってるから、そうフォートナイトやろうかなって思ったんだけど、音出しダメとかもうさ何も伝わらないからさ、やったところで私が楽しんじゃうだけだ。だからちょっと違うことするわ。じゃあ今からなぞなぞ出すのでみんなで答えましょう。なぞなぞ、なぞなぞ大会にしたいと思います。頑張って、私も一緒に挑戦するわ。でもねコメント欄を見ると答えが分かっちゃうので、コメント欄は見ないようにします。その時は、今はまだ見るけど。じゃあどうしようかな、なんかじゃあ動物クイズにします。いや食べ物にしよう、食べ物、すごく近くにある食べ物ってなんだ。1そば、2うどん、3パン、パン、4ご飯。すごく近くにある食べ物、え、近い近い、そばそばそば、お、そば、よっしゃ簡単じゃん。次、カンカンカンと鳴る果物ってなんだ。1いちご、2柿、3りんご、4みかん。みかんじゃないのかな、普通はみかんじゃない、でもカンカンカンと鳴るみかんで、あ、3回カンって鳴ってるからみかん。おお、この理由まで合ってた。次、とってもかっこいいお肉ってなんだ。1しゃぶしゃぶ、2とんかつ、3ステーキ。ステーキ、ステーキ、素敵だから。さあ答え合わせします。待って、ちょっと待って、早すぎるわ私答えるの。でもなんかさ制限時間がついてるからさ、これごめん、選択肢言わない方がいい。 OK、 わかった。で選択肢は私だけ見るね。じゃあ次、
よく切ってから配るのに食べられないものってなんだ。じゃあ私も見ません。よく切ってから配るのに食べられないものってなんだ。は？よく切ってから配るのに食べられないもの。よく切ってから配る。切る食べ物？よく切ってね。何？トランプ？あ！食べ物じゃないじゃん。あ、よく切ってから配るのに食べられないものってなん？問題を間違えてた。そういうことね。トランプだよ。そりゃトランプだよ。当たり前じゃん。そりゃトランプでしょ。じゃあ次いきますよ。栗は栗でも双子がいつも持っている栗ってなんだ。え？双子がいつも持っている。グリとグラしか思い浮かばない。そっくり。なんで？ああ、す、やばい、ちょ見ちゃうわ。そっくり。なるほどね。次、餅は餅でも食べられない餅ってなんだ。食べられない餅は力餅。選択肢なかった待って、正解は尻餅。お、100点。そりゃね。じゃあ次、これもチャレンジモードにしよう。ちょっと難しいやつにします。これは結構簡単だったので。梅雨になると登場するお坊さんってなんだ。待って、制限時間早すぎる。は？知らんよ。ちょっと罰とか言われたんだけど。はぁ？無理です。むずくないこれ。次、じゃあ動物行こう。鹿は鹿でも海にいる鹿ってなんだ。鹿は鹿でも海にいる鹿。鹿。マトリョーシカ。海だっけ、マトリョーシカって。え、なんだっけ。鹿。クジラ？でもない。鹿でしょ？アシカ。え？ああ、いた。見ちゃったファンの人のコメント。次、トイレットペーパーがなくて困っている動物ってなんだ。え？トイレットペーパーがなくなって困っている動物。トイレットペーパーがなくなって困っている。え？何？わかんない。あと40秒。ちょっと待って待って待って。困ったラッコ。わかんないです。1トラ、2キツネ、3オオカミ、4ライオン。オオカミ。みんな、なんで狼だと思いますか？狼。え？これ謎なぞ、謎なぞってこういうもんか。次、ゾウはゾウでも掃除が得意なゾウってなんだ。ルンバ。ルンバかおりさん。なんだろう、掃除が得意ゾウでしょ。ゾウ。
ちりとりほうき雑巾雑巾あ当たったやったぜ。ドアを開けるときにノックを忘れない礼儀正しい動物ってなんだ。礼儀正しい動物、なんだろう。ノックを忘れない頭いい人。ノック忘れない。ノック忘れない。礼儀正しい。ありがとう。なになになに。見ちゃった。キツネ？なんで？コンコン。すごいわ。コンコンね。なるほど。次。学校の教室の中にいる動物なんだ。学校の黒板、机、電気、ランドセル、なに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 。学校、チョーク、ライオン、トラ、キリン、キリン？牛？なんで？今日牛つ、あー書いてあんじゃん問題に。教室という文字をよく見ると牛という文字が入ってるね。確かに難しい。意外と難しいな。楽しい？みんな楽しいですか？お、楽しいってよかった。じゃあちょっともうちょっとやろう。じゃあ次はじゃあ乗り物にします。乗り物。恋でも恋でも進まないものってなんだ。恋でも恋でも進まない。恋でも恋でも進まないもの。自転車は進むじゃん。恋でも進まないってことは横に行くってこと。はっ、そんなある。ちょっと待って、まだ見ないよ。恋でも恋でも進まないってことは後ろに行くか横に行くかってことだと思います。そうなると、は？わかんない、ごめん。ブランコ？禁断の恋は絶対に違うと思います。ちょっと待って待って待って。じゃあちょっと1、三輪車、2、ブランコ、3、電車、4、キックボード。じゃあブランコ合ってるのでしょうか。おお、ブランコは行ったり来たりするだけで済ま。すごい、みんななんで4択見てないのに。素晴らしいよ。一番最後に走る車ってなんだ。はぁ、一番最後に走る車、パンクした車。何、一番最後にパトカー。はぁ、なんだ一番最後に走るか。わかんないよ、こんなの。アンカーね、みんなさググってるのってぐらい早いよ。すごくない？すごすぎる。早いよ。アンカーです。駅伝やリレーで最後に走る人をアンカーっていうよ。次、公園で黙ってそーっと乗るものってなんだ。黙ってそーっと乗るもの、公園にあるものでしょ。滑り台、鉄棒、ジャングルジム、シーソーは？シーってやるから。
すごい。なんか C とかかなって思って C C C そうだってなった。やったね。鳥や鳥でも満員電車に乗っている鳥ってどんな鳥？窮屈とかだよね。狭いとか満員。インコ。鳥？ハト？狭い狭い狭い。暑い。きつい。キツツキ。キツツキ。キツツいないんだけど。1イーグル、2カモメ、3ツバメ、4コンドル。コンドルやん。コンドル。おー、次。大人は乗れない乗り物ってなんだ。大人は乗れない、大人は乗れない乗り物。子供用の自転車。三輪車。大人は乗れない、なんだろう。大人は乗れないでしょ。分かんない。お、1ベビーカー。ベビーカーですね、確実に。難しい。意外とむずいですわ。謎謎って頭使うね、すごいな。飽きたらしい。バレた？バレました。なんか謎謎解くのもさ難しいけど、謎謎を考える人すごいなって思う。よくさ、あのなんか東大王のさやつとかでさ問題考えてる人とかすごいなって思う。さすがだわ、天才。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。ん？どういうこと？どういうこと？下はあれです。おーっと、下の配信時間でございます。さっきの早口言葉って、あ、そうなんだ。初めて聞いた。そう、明日は3人でコラボ配信します。初の、あ、でもさっきヒダヤが来てくれたからインスタライブに、あのインスタライブね撮っといてあるから絶対今さ見たらお腹空いちゃうわ。ちょっと見てみよう、インスタライブ。さっきの絶対お腹空く。
ね、実際お腹空いてる。ほら残ってるんですよ。めっちゃ美味しそう。自分の配信見てる。チーズがビヨーンってなるとこみたい。ビヨーン。美味しそうチーズ。みんなやめよう。みんなやめた。何チーズが好き？私は、チーズはモッツァレラとかが好きかな。モッツァレラとか、あとは癖の強いチーズも好きだけど、裂けるチーズも大好き。家にめちゃめちゃストックある。家族みんな裂けるチーズ好きだから、ストックが山ほどあるんですよ。食べないと。でも裂けるチーズはなんかもう裂いて食べるんじゃなくて、そのまま食べたい。こうやってブルーチーズ食べれる。ブルーチーズは普通に食べれます。そしたらスケジュールは755に貼ってあるので皆さん見てください。はい、スクショしてね。ぴょん、755に貼ってます。あ、ラクレットも好き。クリームチーズも大好き。でもなるべくなんかとろけてほしいかも。とろけられるチーズはとろけてほしいです。粉チーズも、まあ、好きだけど。そういえば大きいチーズどうした？あれは食べました。ラクレットなので、ラクレットで食べて、とろけて超美味しかった。誕生日プレゼントにもらったんですよ。私がチーズ好きだから、知り合いの方に。めっちゃ美味しかった。なんかさ、画面曇ってる？そうでもない？曇ってる気がする。トップスンのレアチーズ好き。何ですかトップスンって？トップスンのレアチーズ、ファッションショー良かった。うん、結構好評だったから嬉しい。またやるね。あとお祭り配信もまたやろうかなと思います。
今日ミニ お祭りやったけどね。ミニお祭り、大盛り焼きそば配信え、したいけどさ、大盛り焼きそばってどこに売ってるんですか？コンビニに売ってる？どこに売ってるんだろう？まあでも見つけたら買うけど、コンビニかな。なるべく今は外に出ないようにしないといけない。まとめ買いをしないと。え、めっちゃお腹空いてきたんだけど、やばい。ま、もう今日は寝るだけなので我慢しよう。みんなのおすすめの食べ物教えてください。お菓子じゃなくて普通にご飯とか。全然ラーメン食べれる今。全然食べれる。チーズキムチ納豆、汁なし肉うどん絶対美味しいじゃん。でも汁あった方が絶対私は好きです。この時期はたけのこご飯。たけのこご飯もうね、今年食べました。ママが作ってくれたのがめっちゃ美味しくて、たけのこご飯焼きチーズカレー、あ、この前食べた、美味しかったな。あとはマルゲリータ、あ、知ってます、私の大好物です。マルゲリータは、そう、意外とね、もうなんか食べたことないものあんまないかもしれないと思ってきた最近。お菓子とかは多分無限にあるからあると思うんだけど、あの、なんかなんていうの、食べ物、その食べ物の部類というか、お菓子はもうね、キリがない気がする。サンラータンメン、サンラータンメン、タンメン、サンラータンは本当にもう大好きです。塩バターパンめっちゃ好き。めちゃめちゃに好きです。あ、みんな私のツイッター見て、さっきね更新したの。更新しました。ピーターパンのめちゃめちゃよく撮れてない？映えてると思うんだけど自分的に。すっごいおしゃれに撮れた。ほら、めちゃめちゃ美味しそうじゃない？光っちゃう。これも
やばいよ。この前のパンインスタに載せよう。自分で撮った。でもなんか可愛いお皿欲しいな。写真撮るのすごく上手。お皿もいい感じ。お皿がね、まあこれは結構可愛めのお皿なんですけど、やっぱインスタとか見てるとみんなお皿がめっちゃ可愛いの。だからそのお皿、おしゃれなお皿がね欲しい。探してる。お皿ってどこで買ったらいいの？おしゃれなお皿ね。ちなみになんかもう陶器ですみたいな。可愛いお皿は山崎春のパン祭り集めないといけないんですか？パン買って。なんかない？無印に売ってる？売ってますか？あ、5分前。ちょっと切れちゃうといけないから先に読んどこう。13位は韓国オタクウォニさん、ありがとうございます。12位はケナイアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はシマアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。10位はアーチャーアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はイッサさん、ありがとうございます。8位はパンダアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位は KITT さん、ありがとうございます。6位はスイカのタネアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位は鍋公式アトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はアズマルアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位は梅ちゃん大阪毎日の寄せさん、ありがとうございます。2位は坂木五郎アトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして1位はゆうちゃんアイリストさん、ありがとうございます。ゆうちゃんアイリストさん、さっきもねタワー、くまちゃんのタワー食べてくださって嬉しいでございます。ありがとう。今日一日お疲れ様。あと残りは3日でございます。今日入れなかったらあと3日、やばい。あと3日で終わっちゃう。もう今日が折り返し地点だったんだ。あっという間だね。クマタワー？あ、ゆうちゃんまたありがとう。ありがとう。ゆうちゃんありがとうございます。アリストさん。7,000キュー。また。イベントとか握手会とかね始まったらみんなにもこうお礼をしたいと思うので待っててください。また明日7時に会おうね。みんな7時に会いましょう。早起きだけど。でも多分さあれじゃない、みんなもうなんかおうち時間が増えてる人とかは朝お昼ぐらいまで寝ちゃいますっていう人も多いと思うんですけど、ショールームがあれば7時に起きれる
ということでございます。じゃあみんな、あ、またタワー、ゆうちゃんアリス、うるるるる、そう、また、ありがとう、ありがとう、みんなお礼を一緒に、せーの、ありがとう、嬉しいよ、大感謝でございます。しっかり寝てください、あと30秒。それでは、またゆっくり休んでください皆さん。おやすみ、バイバーイ。